はい、これでいいでしょう。ごめんなさい。今日は、イエス様が、この地上に来てですね、十字架にかかってくださった素晴らしい、もうその皆さん、十字架というのは神様の御業なんですが、このまあ永遠の世界の中でもう最高の出来事、宇宙の最高の出来事、人類にとっても最高の出来事、この最高の出来事をイエス様が天から下ってきて成し遂げた、およそ今から2000年前に成し遂げてくださったんです。それは皆さんのためなんです。皆さんのため、私たちのために、イエス様はその素晴らしい御業を成し遂げて、成就され、完了され、そしてですね、皆さん、復活されて、復活されて、で40日間弟子たちに何回か現れて、弟子たちに、私は生きている、私はよみがえった、私は一度死んだけれども今生きているということをはっきりと弟子たちに示して、それから天に昇られたのです。それは、天から来られて天に帰るという凱旋なんです。皆さん、凱旋というのは、勝利して帰ることを言うんですけど、イエス様は十字架で勝利して天に凱旋されたんです。フランスのパリに凱旋門というのがありますが、あれは多分ナポレオンがですね、どっか戦争に行って勝利して帰ってきた、そのお祝いのもんだと思うんですけども、そのイエス様が凱旋されて、悪魔に打ち勝ち、死に打ち勝った本当の勝利、本当の勝利。皆さん、人間同士の戦争はですね、本当の戦いではありません。本当の戦いは悪魔との戦いであり、死との戦いで、まさに主の戦いという言葉がありますが、イエス様は主の戦いで勝利し、その凱旋に、天にも、昇った日が今日なんです。皆さん、今日はイエス様の凱旋日なんですね。凱旋日であり、勝利のお祝いの時なんですよ皆さん、特別な日なんです。今日はね、特別な日なんです。そして皆さん、イエス・キリストを信じる者も、イエス・キリストを信じる者も、イエス様の凱旋に、そのあやかって、私たちも天国に凱旋に行くんです。私たちもこの地において今戦っています。私たちは、多くの人は霊的な戦いを知らないで、空中にですね、検討するような、その空振りするような戦い方をしています。多くの人は敵が 誰かもわからないような生き方。ハガルさん、ありがとうございます。その敵が誰だかわからないような戦いをしているんです。多くの人は、その戦う相手を間違えて戦っているんです。私たちの本当の敵は悪魔なんです。本当の敵は悪魔なんです。皆さん知っていますか？皆さんが戦うべき相手は悪魔なんです。そして自分の力では勝てないんです。自分の力で勝てなくて、多くの人は悪魔に負けているんです。騙されていること自体が負けなんです。皆さん、悪魔に騙されている。皆さん、そこのところを理解してください。悪魔に騙されていることが悪魔に負けていることなんです。そして私たちは十字架の力によって、イエス様が成し遂げた十字架の御業によって初めて悪魔に勝つことができるという驚くべき力、
誰でもその力によって悪魔に勝てるんです。皆さん、今まではね、もう悪魔にそのね、悪魔にですね、ひどい目に遭ってきたと思います。めちゃくちゃにやられてきたかもしれません、今皆さんが悪魔に、このひどい目に遭ってるということを理解してください。そこから回復する方法はたった一つです。その皆さんのね、そのなんて言うんでしょうかね、悪魔の虜、悪魔の束縛、悪魔の騙しに打ち勝つ方法はたった一つです。イエス・キリストを信じて、そのイエス様の力によって初めて悪魔に勝てるんです。イエス・キリストの名によって悪魔は退かなければならないのです。イエス様の名の権威によって、イエス・キリストは 天において、またこの地において、すべての権威を与えられているお方です。この方の名によって悪魔は退くのです。皆さん、悪魔が退くのです。悪魔が退くのです。私たちはその体験をしているんです。イエス・キリストの名に力があるのです。イエス・キリストの名に力があるのです。私たちは、そのイエス・キリストの名によって悪魔に勝利するのです。悪魔に勝利するのです。皆さん喜んでください。今までの負け人生が勝ち人生になるのです。負け人生が勝ち人生になるのです。それは十字架の血潮によって勝利するんです。皆さんもう体験している人もいます。体験している人もいます。これから体験する人もいるでしょう。皆さん、私も以前はそうでした。もう敗北感で打ちのめされて、もうやっていけない、生きていけない、もうダメだと思っている人たくさんいるじゃないですか。それは悪魔にやられてるということなんですよ。皆さん、悪魔にやられてるんです。敗北感は悪魔から来てるんです。悪魔から来てるんです。その敗北人生から勝利人生になることができます。勝利を、ね、勝利を、感じたくないですか。ああ勝った、悪魔に勝った、悪魔に勝ったね。皆さん、勝利感を、持つことができるんです。勝利感を持つことができるんです。勝利感を持つことができるんです。皆さんにその敗北人生から解放されて勝利人生になってほしいのです。なれます。後で証しますからね。私だけじゃないんです。たくさんの方が、勝利人生を、タコさん、BSP のコメントないんですけど、どうして BSP コメント1個だけなんですか。もうちょっと、ありがとうございます。ありがとうございます。早速、ヤギの餌ですね。ヤギの餌をありがとうございます。それでですね、今日のタイトルは私のことではありません。イエス様が死の晩餐の時に弟子たちに言った言葉なんです。私が去っていくことはあなた方に益なのですという、これ御言葉なんですね。御言葉、ちょっとそこのそれをちょっと読みたいので読みます。ヨハネ16の7、ヨハネ16の7、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。アメン。皆さん、昇天には素晴らしい意味があるのです。イエス様が昇天
されることによって助け主を送るということです。助け主とは誰ですか？聖霊様です。皆さん、イエス様が天に昇天するして父の右の座に座った時に、今度は、ペンテコステ、今日から10日後にです、今月で言えば24日なんですけど、10日後に天から聖霊が、火のように、下のように火のように弟子たちの上に注がれたんです。皆さん、それが聖霊降臨です。聖霊降臨です。福音とは十字架、復活、昇天、聖霊降臨、再臨です。アメン、アメン、アメン。皆さん、私がですね、テンションが高い時があると思うんですけど、テンションが高い時は、聖霊を注がれて油注ぎを受けて元気なんです、ね。元気がない時は油注ぎが足りないということですね。元気じゃない時は油注ぎが足りないです、ね。元気な時には油注ぎが強いのです、ね。いつも、油注ぎを求めています。その油注ぎということはまさに聖霊のバプテスマです。聖霊のバプテスマです。イエス様は、こう言われました。ヨハネは、水のバプテスマを授けるが、私は聖霊のバプテスマを授ける。私は聖霊のバプテスマを授ける。イエス様が昇天されて私たちに与えてくださるバプテスマ、私たちに与えてくださるものは聖霊なんです。聖霊なんです。それが聖霊のバプテスマです。イエス様が天に行かなければ、ね、聖霊様が来ないんです。死の約束、聖霊のバプテスマ。アメン、アメン。今日 BSP 一人ですか？ BSP 一人ですか？10人いるはずなんですけどね。10人いるんですけど、はい、皆さん、そのイエス様が天に行かれて、イエス様が天に行かれて、そしてその十字架の贖いのゆえに、十字架のゆえに与えられる父の約束、父の約束。あ、クルーさん、よくいらっしゃいました。大歓迎です、大歓迎です。はい、牧師の人です。はい、大歓迎ですよ。皆さん、もう他に降りないでくださいね。ここに降りてくださいね。もう皆さん、ここに降りたらもう祝福が来ますよ。祝福が来ます。もう皆さん、もう大違いですからね。ぜひ、お断りします。はい、ありがとうございます。たくさんの方が降りてくれました。感謝します。そういうわけで皆さん、イエス様が、天に去ったので、はい、パルさん、凱旋日最高、ハレルヤ。今日9時からパルさんのリレー放送があります。パルさんのリレー放送がありますね。ぜひ皆さん、9時から見てください。そういうわけで皆さん、この人類で、ね、人類で最高の出来事、最高の出来事、もう全ての人がそれを、知るべきです。全ての人がその十字架の、贖いを受けるべきです。その最高の出来事、その中の一つが昇天日です。そしてそれは私たちが、将来私たちもイエス様のように、イエス様はこういうふうにこう昇天していったんですけど、私たちも生きてる時ならば、私たちも敬虚といって、私たちもこうやって天に昇っていくんです。それがそのまさに救いなんですね。まさに救いですが、
その救いのイエス様はモデルなんですね。クリスチャンのその救挙という救いのモデルが焦点です。私たちもイエス様の焦点を見て、将来私たちもそのように救われるんだ、将来私たちも天に昇るんだということ、それはクリスチャンに対する励ましなんです。イエス様が復活したように私たちも復活するんだ、イエス様が昇天したように私たちも昇天するんだ、そしてイエス様が凱旋したように私たちも凱旋するんです。皆さん、人生というのは天に凱旋するためのものなんです。自国に敗北してはいけないのです。自国に敗北するのではなく、天国に凱旋するべきなんです。皆さん、悪魔はですね、皆さんを道連れにしたいのです。地獄の道連れにしたいんです。悪魔に、騙されてですね、悪魔の行くところに行ってはいけません。イエス様が行くところに行きましょう。イエス様が行くところに生きるのです。生きる本当の意味を知りました。天国に行きたいです。生きる本当の意味を知りました。皆さん、天国に行きたいです。天国は本当にあるんです。天国があるんです。本当にもう何度でも何度でも何度でも言いたいです。何度でも皆さんにもう、飽きるほど言いたいのです。飽きるほど言いたいのです。天国があって天国に凱旋することができる。決して騙されて地獄に行ってはいけません。騙されて地獄に行ってはいけません。皆さんが、天国に行ってほしいからこそイエス様は十字架に駆られたんです。チャットが来ました。キューちゃんこんばんは。今日のタイトルで引退すると思いました。もしキューちゃんが引退するなら見る放送がなくなってしまうので悲しいです。この放送を見ると、天に昇天できるような気がするのでとても落ち着きます。あと40年は続けてほしいです。そろそろ僕も BSP 欲しくなりました。40年はちょっと無理かもしれません。でも、イエス様が再臨するまではなんとかね。あ、風の子さんありがとうございます。なんとかイエス様の再臨があと何年か分かりません。20年か30年か40年か分かりませんが、もちろん、信仰をしっかり持って天国には行きたいと思いますが、御心ならば生きたまま天国に行きたいです、ね、生きたまま天国に行きたいです。皆さん、私が長生きできるように祈ってくださいね。長生きできるように。皆さんももちろん天国に行きましょう。皆さん一人も、道から外れず一緒に天国に行きませんか、ね、天国に行きましょう。天国に凱旋しましょう、ね、凱旋つのべ行きましょう、ね、皆さん天国に凱旋したいですか。天国に凱旋したいですか。勝利人生、はい、高尾さんしたいです。天国に勝利で帰りましょう。天国凱旋つのべ、天国凱旋つのべです。
皆さんの勝利、皆さんの凱旋、皆さん、みんなが行ってほしいのです。みんなが天国に行ってほしいのです。それはイエス様の御心です。イエス様の御心です。イエス様は、一人も滅びず、みんなが救われてほしいのです。どれほどイエス様はそれを望んでおられるか、どれほどイエス様は、願っておられるか。十字架はまさに皆さんを救うためなんです。皆さんを救うために命を捨てるという、皆さん一人一人のためにイエス様が命を捨てるという、これ以上の愛がありません。これ以上の愛がないのです。最高の愛なんです。最高の愛なんです。皆さんはその愛を知ったんです。その愛を知ったんです。今まではこの地上には神の愛がないのです。この地上は、ね、愛がない世界、いじめの社会、ね、この DV の社会なんです。暴言の社会なんです。どれほど皆さんが傷ついたか、どれほど皆さんが傷ついてるか、イエス様はご存知なんです。その皆さんの傷を癒すためにイエス様がこの地上に来て十字架にかかって死んでくださったのは、イエス様が十字架で流した血潮によって皆さんの心を癒すためなんです。皆さんの心を癒すためにイエス様は血を流したのです。血を流したのです。皆さんをの心を癒したい、癒したい。もうサタンにボロボロになったその心をイエス様は癒したいのです。皆さんの心を癒したいのです。そのイエスキーとの愛を受け取ってください。イエスキーとの愛を受け取ってください。その愛によって皆さんは癒されます。癒されます。満たされます。満たされます。そして立ち上がってサタンに打ち勝つ、強さを持つことができるのです。そして皆さんは、人生が敗北人生から勝利人生になるのです。敗北人生から勝利人生、欲望人生から信仰人生になるのです。サタンが、の魂が見えてくるのです。ああサタンに騙されてた、サタンに騙されて、サタンの、そのサタンのこの操り人形だった、サタンの操り人形だった、サタンに用いられてしまった、騙されて罪を、してきてしまった、犯してきてしまった。それは罪を犯すということは悪魔の操り人形だということを知ってください。罪を犯すというのは悪魔の操り人形なんです。しかしイエス・キリストに会って良い行いをするというのは神様のその神様のに従うことなんです。神様に従って初めて良い行いができるんです。皆さん、ぜひその人生というものを知ってください。人生というものを知ってください。人生が何なのか、なぜ皆さんが悩んでるのか、行き詰まってるのか、その理由を知ってください。理由を知ってください。イエス様が昇天することに意味があって皆さんにとって益だということです。そしてそれは皆さんの助け主を使わすためだと書いてあります。今日私一つ、思わされたことがあります。聖霊様が助け主と、ヘルパーですね、ザ・ヘルパー、助け主なんですけど、皆さん、介護のヘルパーさんのことではないんですけども、その助け主、皆さん全ての人がですね、この方によって助けられながら生きないと、
生きていけない人生だということに私は気がついたんです。つまり皆さん、聖霊様は私たちの日々、一刻一刻、ね、聖霊様の助けによって初めて私たちの人生が勝利人生になれるんだということに気がついたんです。つまり、私たちは聖霊様に助けられなければならないということです。絶えずですよ皆さん、絶えずもう聖霊様に助けてもらいましょう。聖霊様の助けによって初めて私たちは正しく歩めるんです。もうね、神様の御心を歩めるんです。聖霊様の助けなしては、私たちはその正しく生きることできないんです。皆さん一人一人の助け主、その一人一人に助け主を与えるためにイエス様は昇天したんです。皆さん一人一人に助け主を与えるためにイエス様は十字架にかかったんです。なんと素晴らしいご計画だと思いますか。イエス様は全ての人を愛するために十字架にかかりましたけど、それは全ての人に助け主である聖霊様を与えるという驚くべき計画なんです。驚くべき計画なんです。皆さん、私たちは絶えず聖霊様に助けられることができる存在になったんです。ですから皆さん喜びましょう。私たちはもう素晴らしい助け主を与えられたんです。素晴らしい助け主、いつでもどこでもその助けを得ることができるんだ、いつでもどこでも助けてくれるんだという、その助け主を与えられたんです。皆さん喜ぼうではないでしょうか。喜ぼうではないでしょうか。もし私たちがその方から助けを得なければ本当に困るのです。本当に、苦しむのです。本当に、行き詰まるのです。その方がいるならばもう大丈夫なんです。その方がいるならば何も心配いらないのです。何も心配いらないのです。最高の助け主イエス様はそのことをご存知で、その方を送ってくださっているんです。送ってくださっているんです。与えようとされているんです。私はあなた方を孤児にしない、私はあなた方を孤児しない、まさに神様の愛なんです。神様の愛なんです。皆さんを助けるために、皆さんを世話をするために、皆さんを愛するために聖霊様を送ってくださったんです。まさに聖霊様は愛そのものなんです。聖霊様は愛そのものなんです。そのイエスキリストを信じるというのはその愛を受け取ることなんです。その愛を受け取ることなんですが、聖霊様を受け取ることこそ、聖霊様を受け取ることこそ愛を受け取っていることなんです。そして御霊の実は愛、喜び、平安です。聖霊によって愛、喜び、平安をいただくことができるんです。聖霊様がいなければ愛もありません、喜びもありません、平和もありません。聖霊様がいるから、聖霊様がいらっしゃるから、私たちは愛がもらえて喜ぶことができて平安になるのです。この世の平安とは違います。本当の平安、本当の喜びを、受けることができるんです。皆さん、そういうわけで今日は昇天日です。今日は昇天日です。喜びましょう、喜びましょう。あなた方がもし私を愛しているなら、私が父の元に行くことを喜ぶはずです。これは14-28b です。あなた方がもし私を愛しているなら、私が父の元に行くことを喜ぶはずです。イエス様はどれほど喜びを持って凱旋したでしょうか。天のお父様はどれほど
自分の一人子であるイエス様が父の身元に、帰ることを喜んだでしょうか。その喜びを感じようではないでしょうか。その喜びを感じようではないでしょうか。皆さん、イエス様のご計画、神様のご計画、もう驚くべきご計画、もうその聖書のその言葉がね、生きたものになっているのです。皆さんが今聖霊に満たされて喜ぶなら、聖書の御言葉がその通り生きているのです。聖書の御言葉は真理なんです。生きているんです。今私たちが聖霊によって油注ぎを受けているならば、まさに聖書が成就しているんです。今信仰に燃えている人は御言葉が成就しているんです。皆さんの心が癒されたならば、御言葉が成就しているんです。皆さんが希望に満ちているならば、御言葉が成就しているんです。聖書は生きた言葉です。私たちの上に成就しているんです。御言葉が成就しているんです。御言葉が成就しているんです。皆さん、真理を知ったんです。真理を体験しているんです。真理を味わっているんです。神を味わっているんです。神様の力を味わっているんです。神の愛を味わっているんです。神の命を味わっているんです。十字架のおかげです。十字架のおかげで私たちは今神を味わっているのです。神の素晴らしさを味わっているのです。神の言葉の真実さを味わっているんです。これほど確かな御言葉はない。これほど確かな御言葉はない。まさに神の言葉は真理です。必ず成就します。必ず成就します。必ず成就するのです。皆さん、これからも御言葉が成就しますよ。これからも御言葉が成就します。聖書の予言がすべて成就します。すべて成就します。イエス様は必ず来られます。再臨されます。イエス様が私たちを迎えに来るのです。ですから私たちは花婿であるイエス様を大歓迎するために、信仰を持って歓迎しようではないでしょうか。宝刀を持って宝刀を見られたら救われないかもしれません。不信仰を見られたら救われないかもしれません。この世的に生きていたら救われないかもしれません。ですから私たちはもうイエス様が喜ぶ圧倒的な信仰を持って大歓迎しようではないでしょうか。今終わりの時代です。皆さん、私たちはイエス様を歓迎する素晴らしい特権の時代に生きてるんですよ。2000年間たくさんのクリスチャンはイエス様の再臨を見たかったかもしれません。でももう天に召された多くのクリスチャンはそのイエス様の再臨を見ることはできませんでした。しかしもちろん復活して救われると思います。しかし今2015年、今生かされているクリスチャンは生きたまま、生きたままイエス様の再臨を見ることができる可能性があるんです。できる可能性があるんです。皆さん、喜ぼうではないでしょうか。喜ぼうではないでしょうか。信仰で熱く燃えることができるんです。聖霊様によって油注ぎによって熱く熱く喜びを持って生きることができるんです。皆さん、一緒に喜ぼうではないでしょうか。一緒に喜ぼうではないでしょうか。一緒に喜びましょう。アメン、アメン。では証タイムいきます。今日の証タイム、イエス様を信じて、勝利人生、勝利人生、天国に凱旋するということを信じることができた、もう敗北人生から、解放された、もう、
悪魔に打ち勝った、悪魔に打ち勝った、そのあらゆる自分を苦しめるものから打ち勝った証、スタートスタートスタート、敗北ゾンビ人生から解放されたいです。祈りで歩けるようになりました。お金がなくてもイエス様を信じます。イエス様を皆さんの幸せを願うようになりました。自分の殻を破りました。毎日見ています。聖霊様に力をいただき、悪魔に打ち勝つことができた。不貧困をやめました。イエス様の愛だけで生きていける。早くて読めません、ごめんなさい。人生が変わりました。再臨は近いと思いました。清く生きようと思った。もう悪魔も怖くない。胎児の人権を守りました。いい夢見れそうです。イエス様の力を借りて何とかやれそう。どん底人生から昇天人生、イエス様はおられます。すべてを捨ててイエス様に飛び込みます。人生やれました。キリストの花嫁として清く生きます。すべてを捨ててイエス様に飛び込みます。イエス様の深い愛に感謝です。アーメン。人生になりました。クラスメートの障害者に優しくできて友達になりました。以前は悩んでばかり、今は心配ないさ。ペンテコステ礼拝が楽しみです。イエス様がいるからニートでも安心。イエス様のおかげで毎日が楽しいです。イエス様が溢れています。花嫁を待っています。花婿が来られるの。ニートでも生きていいんだと悟った。本当の愛に気づけました。いつも笑顔です。イエス様が見守ってくれています。リバイバルが楽しみです。本屋で聖書を買いました。昨日イエス様を見ました。生きててよかったと思った。明日の日曜日の仕事の
仕事が「イエス様って素敵だと思った」このコメントの勢いがリバイバルの証です。喜びの人生になりました。頑張ればイエス様が救ってくださいます。十字架を見上げて生きていきたいです。アメン。今日はイエス様色に変わる時です。体が軽く感じます。いつ死が来られてもいいように準備しています。アメン、アメン。祈ることは生きることだと思った。祈ることは聞く。祈ることは、生きることだと分かった。クリスチャンの中にだけ安らぎを感じます。アメン。私たちは神の国の中で生きているのです。神の国の中で生きているのです。身も心も解放されました。身も心も解放されました。この世には希望はないと確信しました。この世に希望はないと確信しました。高尾さんが戻ってきたのはリバイバルだと思った。アメン。この放送にイエス様が来られています。この放送にイエス様が来られています。アメン、アメン、アメン。この世の欲から解放されたいです。解放されます、解放されます。来年玉受験を受験したいと思います。礼拝にも来てください。自国人生のおいらを救ってくれたイエス様、イエス様が好きだと叫びたい。叫んでください、叫んでください。今日お祈りしているとき涙が止まりませんでした。アメン、アメン。いつか必ずキューチャーの教会に祈りに行きます。アメン、アメン。安られた気持ちでいられる。天国に行きたいです。イエス様と一緒に天国で賛美したいです。みかんさんこんばんは。信仰から逃げてばかりいた。恥ずかしいです。明日から聖書を読みたいです。なんだか体が熱くなってきました。油注ぎですよ、皆さん。油注ぎを受けてるんです、皆さんは。油注ぎを受けてるんです。まさに、父なる神が約束されたことなんです。聖霊をくださることが約束なんです。
イエス様は本当におられるんですね。アメン。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。イエス様は決して見捨てない。イエス様のお手伝いをさせてもらいます。はい、ありがとうございました。信仰によってわしはよみがえったよ。たくさんの恵みをありがとう。イエス様と天国で会いたいです。イエス様、あなたを信じ続けます。イエス様、あなたを信じ続けます。イエス様に懺悔します。洗礼を受けたいです。洗礼を受けたい方、スカイプで問い合わせください。見捨てないイエス様の I love you in Jesusイエス様こそ真実だと思います。はい、素晴らしい、コメントたくさんあるんですが、あまり早くてですね、一部しか読めなくて申し訳ありません。本当は全部読みたいんですけど、目がついていけないんです。ごめんなさい。本当にもったいないですが、進行コメント全部読みたいんですけども、もう瞬間的に選ぶので、もう本当に半分も読めてません。申し訳ありません。でも皆さんの進行コメは信仰ポ、あの、天国ポイント貯めてますよ。皆さんの信仰コメは、ね、天国でカウントされてます。もう私が読めないとしても、天国ポイント貯めてますから、皆さん、がっかりしないで信仰コメを打ち続けましょう。天国で記録されています。天国で記録されています。皆さんの信仰コメは、素晴らしいポイントになっています。今日から10日間、弟子たちは父の約束を、期待してですね、集まって祈ってたと思います。イエス様が、そのエルサレムにとどまっていなさい、父の約束を待ってなさいとおっしゃいました。弟子たちは、一緒になって祈ってました。そして10日後の、ペンテコステの時に聖霊が注がれたんです。皆さん、日本に大リバイバルが来ると信じますが、その日本のペンテコステと名付けたんですが、皆さん今日から10日間、今日から10日間、もちろんずっとでいいんですけれども、特別に今日から10日間、日本のペンテコステのために祈ってください。皆さんの祈りが必要なんです。皆さん一緒に祈りましょう。一緒に日本のペンテコステのために祈りましょう。皆さん、植え替え期が大事なんです。求めるものは与えられる。求めるものは与えられる。一番大事なものは何ですか？今、日本に一番大事なのは何ですか？それは、聖霊様ではないでしょうか？聖霊様が一番大事なんです。私たちは、求めるならば与えられると書いてあります。求めるならば与えられる。
私たち一人一人のためにも聖霊様が必要です。しかし日本に聖霊様が必要なんです。クリスチャンの方々、兄弟姉妹の方々、一番大事なことを祈るべきじゃないですか。一番必要なものを祈るべきじゃないですか。皆さん、この世的なこと、肉的なことよりも信仰的なこと、霊的なことが必要だと思いませんか。皆さん、経済のことやこの世のことで悩んでるかもしれません。それはイエス様に委ねていいんです。そのようなことは、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかはイエス様に委ねて、イエス様に委ねて、私たちはただ一番大事なこと、一番大事なことを祈るべきではないでしょうか。それは神の国ですね。神の国、日本に、聖霊様が注がれて、その聖霊様によって人が救われる、聖霊様によって社会が変わる、聖霊様によって正義が、行われる、その悪霊が追い出され、悪霊が追い出され、罪が、この覗かれていく、悪が覗かれていく、素晴らしいことが起きるんです。奇跡が起きるのです。驚くべきことが起きるのです。十字架によって、十字架によって、私たちが勝利したように、日本も勝利するのです。戦争で日本は敗北しました。しかし、イエス・キリストを信じる信仰で、日本が勝利するときなんです。日本が勝利するとき、皆さん、これから日本が勝利するのです。日本は偶像崇拝をして、その結果戦争をして、その結果敗北したんです。しかしこれからは日本が悔い改めてイエス様を信じて、本当の勝利をつかむことができるんです。日本の勝利、それは十字架の勝利であり、キリストを信じる勝利です。イエス・キリストを信じる勝利がもうすぐ来るのです。皆さん、もうそれを信じる私たちがどうして、落ち込む必要があるんでしょうか。それを信じる私たちがどうして喜ばないわけはないでしょうか。皆さん、小さなことで悩んだり、虚しいことで悩むことはないのです。大きなことで喜びましょう。イエス様が用意してくれたものすごく大きな希望、ものすごく大きな希望があるじゃないですか。どうして小さなことで悩むのですか。この素晴らしい、ものすごく大きな大きな喜び、永遠の命、永遠のパラダイス、日本のリバイバル、こんな大きなことがあるでしょうか。この大きなことに目を留めて、そしてそれをくださったイエス様に感謝をし、イエス様の御心を行おうではないでしょうか。皆さん、今日本は日本の季節に突入しているんです。神様が特別な恩恵を与えてくださる日本の季節に入り込んだんです。皆さん、今そのイエス・キリストにあるクリスチャンは喜ぶ時なんです。喜びの季節です。喜ぶ季節です。皆さん、立ち上がってください。兄弟姉妹は立ち上がって、今イエス・キリストに会って喜ぶのです。喜びの時です。今日、放送を聞いて何かを感じた人、神の油注ぎを受けた人、希望を持てるようになった人、敗北人生をから勝利人生になりたいと思った人、心から悔い改めて、罪を悔い改めて、イエス様を信じようと決心してください。イエス様を信じようと決心してください。その決心をした人、アーメンと言ってください。アーメンと。
イエス様に向かってアメンと言うのです。イエス様に向かってアメン、アメン、タコさんアメン、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 アメン弾幕です、アメン弾幕です、アメン弾幕です、アメン、アメン、アメン。イエス様は喜ばれています。イエス様が喜ばれています。アメン弾幕です、アメン弾幕です、アメン。ワオワオ、アメンだらけです。アメン弾幕です、アメン弾幕です。菊池さん、キュウちゃん、こんばんは。パウロさん、アメン。高尾さん、アメン。アメン弾幕です。アメン弾幕です。ワオ。天皇様、感謝します。イエス様、本当に私たちのために死んでくださり、そして、復活してくださり、凱旋してくださり、今、日本に聖霊を注ごうとされていることを本当に感謝します。イエス様が十字架にかかったのは、私たちに聖霊様を与えてくださるためです。これ以上の恵みはありません。これ以上の喜びはありません。どうぞイエス様、早めてください。早めてください。早めてください。聖霊を注いでください。聖霊様を注いでください。イエス様、多くの人が苦しんでいます。多くの人が悩んでいます。多くの人が今、死のうとしています。イエス様、憐れんでください。早めてください。驚くべき聖霊を与えてください。聖霊様の雨を与えてください。大雨、後の大雨、後の大雨。イエス様、もう植え乾いています。砂漠のように。日本は霊的な砂漠です。枯れています。枯れています。もう本当に、滅びそうです。滅びそうです。イエス様、どうぞ、聖霊の雨を与えてください。聖霊の雨を与えてください。イエス様、一人一人の心の中に、信仰によって、聖霊様が注がれますように、愛が満ちますように、喜びが満ちますように、平安が満ちますように、希望が満ちますように、イエス様、あなたが必要です。あなたが必要です。あなたが必要です。どうぞイエス様、今本当にあなたによって救われた人たちもたくさんいますことを本当に感謝します。救われた方もうアーメン弾幕を本当に感謝します。そのアーメン打った方々に聖霊が強く望みますように。聖霊様が強く望み、そしてあなたを証しするものとなりますように。信仰コメントでも証ししています。もっともっと、もっともっとイエス様を明かしし、イエス様を愛する人生が始まりますように、イエス様を愛する人生が始まりますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。皆さん大きな声で、アーメン。